滑ってますね。ちょっとカリカリいってる感じ。35分。温度はマイナス3度ですね。よし。よし。わーす。わーす。パトローの皆さんがこれからゲレンデがね、上の方終わるから準備ですね。パトロール、最終パトロール。はい、こんにちは、斉藤武です。安比高原に戻ってきました。3月14日、ただいま3時50分なので、もうだいぶですね、まあ遅い時間ですね。で、今日は午前中は結構晴れてたんですけど、午後になってこうやってずっと雲がある感じです。はい、ということで皆さん、雪の状態、ゲレンデの状態がどんな感じか気になっている方結構いると思うんで、今日はですね、久しぶりにコースレビューをしていきたいと思います。今シーズンなかなかこういうね、こう映像を撮ってきてなかったなと思って、撮っていきたいと思います。まあ野沢でもね、ちょっとこう一本滑ってみるっていうのやりましたけど、今日も山頂から下までね、滑っていきたいと思います。はい、カメラはインスタ3601R、新しいカメラですね。これも山頂から撮り始めて、まあ、ゴンドラから撮りっぱなしですけど、どれぐらい持つか。一応バッテリー満タンで来ました。はい、でちなみに今滑ってるハヤブサコースですね。コース状況は、多分何日か前に、まあ、僕先週が、先週っていうか今週の平日、アッピーにいなかったんで、天気がわかんないんですけど、結構多分ね、普通に溶けたと思うんですよね。だから、下地が、カリカリのアイスバーンで、その上に結構こういう感じでモッサモッサと雪が、積もった感じ、10センチぐらい積もったんですかね、多分おそらく10センチ5センチぐらい、そんな状況です。ちょっとごめんなさい、ストラップが外れた。コース空きもこんなもんかな。ちょっとこう滑りづらそうですね。あんまりコース空きは入んない方がいいかな。ハマってるハマってるよ大丈夫かい大丈夫そうですね。はい、ちょっと滑っていきましょうか。決まってるな。さあ、はやぶさ第4を通り過ぎて大高第3へ行きたいと思います。はい、こんな感じですね人いな。土曜日ですけどね、まあでも日中は結構いたかな。まずまずコロナの影響とかもありますけど、ストラップがさ、ちょっとこれ緩かったわ。一回締めまーす。こうやってね、キュッとこう締めればいいかな。はい、で、ここ、コース脇にですね、コブがありますね。そのコブを見てみましょう。ちょっと、久しぶりに撮るかね。ちゃんと撮れてるか心配。いけた。はい。コブの状況を確認しましょう。お願いします。硬いですね。アイスバンコブ、アイスバンコブだ。はい、硬い。ちょっと、もうすっと、もう少しもう少しコース整備しないといけないかなっていう感じですね。まあでもコブはしっかりあるんでいいかも。はい、でここら辺も相変わらず下はちょっとアイスバーンが出てて、雪が上にかぶってる感じ。この辺になってくると上にかぶってる雪もちょっと春っぽくなってるかな。まあ、ザクザクまでは全然いかないですね。普通に結構気持ちよく滑れる程度か。はい、
ちょっとですね、気温がマイナス3度なんで意外とね、あの手がずっと自撮り棒持ってるとね冷えてくるんですよ。ちょっと持ち替えます。反対側で行きますね。ちょっとここは飛ばしてみましょうか。めちゃくちゃ滑りやすい。あのね、やっぱね、アイスバーンはね、すごいエッジが噛むんで最高ですね。気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。第2バックカーブ、スピード出すぎるわ怖い。はい、何気に第2が結構滑りやすいかもスピード出るし。第2、アイスバーンですね。さあ第1に入ってきました。ここら辺はどうだろうな。まあ第1と一緒ですね。ちょっとカリカリ、下は下地はもうずっとカリカリだな。こんな感じです。はい、でまだ残ってるかな。あのね、ポールが立ってるんですよね。あー、もう外れちゃったかここね、練習盤でいつもあるんですけど、今日はなくなっちゃいましたね。あ、ポール片付けてる。はい、ということで、普通の白樺のね、メインの方に来ました。ね、ここまで来るとやっぱり下は結構硬い感じで、上に乗ってる雪がちょっとあの氷っぽいサラサラした感じになってますね。行ってみましょう。うん、でもまあエッジはしっかり噛むんで全然ずれないし気持ちいい。感じです。気持ちいいよ。ということで、アッピはね、下まで普通に雪がしっかりあります。バッチリですよ。ここら辺とかね、降雪機降らしてるからめっちゃ盛り上がってるの、雪が。上りになってるっていう。すごいですよね。はい。で、いつも春になると、ここの、ゲレンデ前のところなんかは結構ねコンクリート普通に出てくるんですけど、で、あの入り口のところなんか階段が何段だろう、10段ぐらいあるのかな。でもびっちり雪ありますね。大丈夫、全然まだまだいけるっていう感じです。うん、はい。まあ下は第一はさっき言った通り、上にちょっとシャリシャリした感じが少し乗ってるかなっていう、まあ、日中は少しこう溶ける感じですね。上は今日のあのレッスンでしたけど、あの第一は、あ、第一じゃない、第三、第四あたりなんかはめちゃくちゃ雪質良くて、あの普通にハイシーズンみたいな感じ。朝マイナス4度だったし、久しぶりにマイナスの気温をね体感してめちゃめちゃ気持ちよかったです。はい、ということで、3月14日、ちょっと夕方になってしまいましたが、ゲレンデレビューでした。参考になったなと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Facebook、Instagram もやってますので、よかったら登録してください。ありがとうございました。ちなみにバッテリーは、あ、全然余裕ですね。何分経った、あ、11分撮りましたけど、まだ8割方しっかり残ってます。このままぶっ続けて撮れそうな雰囲気。完璧や。素晴らしい。全然あのインスタザナカルマン X より結構改善されたかもねよいしょ。結構気持ちよかったな。上から飛ばすとすごい気持ちいい、本当に。